ベクタとヘルガストの戦争は一瞬にして終わった。いわゆるテラサイドが地表を覆ったペトルサイトの炎で何十億もの命が奪われ、惑星ヘルガーンは不毛の地となった。その後数日で危うい停戦協定が話し合われ締結に至る。生き残ったヘルガストは難民となり別の星へ。ベクタだ。惑星ヘルガーンを破壊した種族の故郷である。ベクタの半分がヘルガストに与えられ、ベクタ人住民は移住を強制された。彼らの故郷は消え、今や新ヘルガーンだ。もう行くぞ。全部は持っていけない。諦めてくれ。なあ、辛いのはわかる。でも仕方ない。さあ壁に行こう。壁の向こうなら安全だ。パパはお前を守る。お前もパパを守ってくれ。いいな。お前が副司令官になるんだ。行くぞ。隠れてる。動くな。私ですか。
今は。大丈夫だ、ルーカス。入れ。すまん。君の子か？壁まで連れて行く。手助けは必要だな。シャドウエージェントか。ヘルガッソはなぜこんなことをする？協定があるだろう。通行の安全は保証されてたはずだ。おい、聞け。俺だって犯人据え替えてる。だが壁に着くまでは奴らが法律だ。さっきも言ったが、助けがいるだろう。壁まで行けるか。無事に。南通路は封鎖されたから遠回りをしないと。これ以上時間を無駄にできない。名前は？シンクレア。俺はマイケル・ケラン。この子は息子のルーカス。もう一度外に出る。ちゃんとついてくるんだぞ。物音を立てるな、いいか。よくやってるよ。頼りにしてるぞ。親父さんは頭がいいな。行くぞ。急げ。汚い荷物を道端に残していくなよ。さっさとしろ。鉄を逃すな。足を止めろ。黙って開け。どうした？ドアが開かない。まずいな。何かで塞がれている。屋根の穴だ。どちらかが通ってドアを塞いでるものをどかすしかないな。急ぐの。もう引き返せないぞ。僕がやる。ここを通れるのはその子だけだ。よし。上に上がったら見つからないようにまっすぐ穴に向かうんだ。いいな。分かった。いい息子だな。あの子はすごくしっかりしてるんだ。ほとんどの大人よりも度胸があるよ。待て、何かあそこで動いた。ルーカス、近くない。しばやく。中で。ルーカス。ルーカス、よくやってくれたな。急ぐんだ。かかんでな。俺に任せてくれ。大丈夫、気絶しただけだ。何をやってんだ。危険は犯せない。おい、ちょっと話が違うぞ。助けてほしいんだ。従え。悩むのは壁の向こう側でやってくれ。行くぞ。もうすぐ壁に着く。聞いてくれ。もうすぐだ。俺が偵察してくる。二人はここで待ってるくれ。聞いたな。あとちょっとだ。気を抜くなよ。補足して。
ルーカス、後ろにいろ。待って、待ってくれ。通行は保証されてるはずだ。頼む、息子もいるし、丸腰なんだ。よせ、やめろ、やめてくれ。僕らの故郷でもあるんだ。やめて。しかないようだな。行くぞ。壁の向こうは安全だ。来い。シャドウエージェントアカデミー史上最年少の候補生だぞ。喜べ。親父さんも生きてたら喜んでくれたろう。ベクタの市民は皆安全を望んでいる。それはヘルガストとの戦いだ。つまり壁の向こう側でな。奴らがどうしようと、あそこはベクタのままだ。いずれ奪い返してくれ、祖国のために。シャドウエージェントプログラムに迎えられて嬉しいよ。行き先は分かってるな。そして捕まったらどうなるかも。鎖をつけ、頭に袋をかぶり、壁に連行される。晒され、罵られ、そして処刑される。そう、悪いことかわかるか。俺たちの星を破壊した奴の隣に住まわされる。貴様のような奴もいる。ルーカス・ケラ、見下し、犯罪者扱いしやがる。この壁もずっと守ってくれるわけじゃないぞ。いつかぶち抜いて町を占領してやる。やってみろ。前みたいにはいかないぞ。ここに両国捕虜の釈放と交換および即時帰国を許可する。